こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。血圧と塩分の関係について前の動画でお話をしたんですけれども、あれ、血圧って塩分だけじゃないのねっていう風に感じたのには、他にも現場でのもうたくさんの事例だけではなく、データからも感じることがありました。厚生労働省が毎年調査をして発表している、国民健康栄養調査というデータがあります。この中で国民がどんな栄養状態かというのを、調査をして統計データを毎年発表しているんですけれども、この中の日本人の塩分摂取量を見たときに、あれって思うことがありました。日本人は塩分取りすぎだよっていうことがすごく言われて、減塩運動なんかがとてもこう盛んに行われて、今も非常にこう減塩っていうのは大きなキーワードで言われるんですけれども、実際にじゃあ日本人の塩分の摂取状況がどうなのかというとですね、もうここ何十年かひたすら摂取量減ってるわけです。でピーク時で日本人の塩分摂取量1日で 18g ぐらい、国民健康栄養調査のデータですと 18g 近くあるんですね。これはかなりの量だなと思うんですけれども、ここ最近はもう 10g 切るぐらいになってきてるわけですね。でちょっと前までは塩分の1日目標は 10g 以下なんて言われたんですが、今は 8g 以下とされ、特に血圧が高めの方は 6g 以下なんていうふうに制限がかけられるんですけども、ここの何十年かでひたすら塩分摂取量こんなに勢いよく 18g から 10g に減ってるのに、血圧改善してないじゃないかっていうのが私のすごい疑問だったんですね。で日本人の高血圧患者ってものすごい増えていて、今では4人に1人が高血圧、そして、50歳以上に限定してみると2人に1人と言われるぐらいに、国民病なんて言われるぐらいの人数になっているんですけども、こんなに塩分摂取量が減ってるのに高血圧の方が増えてるっていうのはやっぱりおかしいなと思いませんか。そんなところから単純に減塩するのでいいのかというふうに思うに至りました。で、実際現場でのまた不思議な現象というところから、私が気づいた一番血圧に影響する要素というところについて次の動画でお伝えします。ありがとうございました。また見てください。チャンネル登録はこちらです。